ビーストね、トンパツ良かったね、とても。いやー、めちゃくちゃすごかった。なんかもう手がまっすぐいけるような手ばっかりでしたからね。うん、いやでもね、めっちゃ良かったよね。まあトンから切るじゃん。でまあキューピン切る、はい。このキューピン切りも柔らかくていいですね。うんうんうん。チーソーね浮いてるけど、うん、まあとりあえずちょっとペン切って様子を見るかと。うんうんうん。こういうキューピン切りは非常に柔らかくて良い。でここでチーソー切って、ここでね、ここだ。リーチが打てますねと。ビーチのみカンリャンピン、うん、ビーのみはちょっとドラ使いたくないですかこれって思って、そうこれいいピンギラーね、落ち着いててよかったね、焦りがなかった、はい、うん、クククはリーチだねなんかちょっとどでもなんか捨てるのがあれかってのとどうしようってのはちょっとでも早いのもいいかなって僕なんだけど、そうクククやっぱ教えが、うん、早いのもいいからね、これはリーチってなってるから、うんうん、そうでこの E ピン外せはちょっと上級者向けの位置だね、ふむ、うん、中級者上級者のちょっとゆったりするちょっと教えたまに反する時のね、うん、はい位置だけどこれがね、はいこのローワン引きになってね、いや最高、これびっくりした、なんとヤングパワーワン、これ何が上がりかもうねわからない、わからないです、難しいよねこんな見たことないよね、何これ、うん、めちゃめちゃ珍しいタメンちゃん、うん、3、4、5、6、7で抜くとリャンウッパーワンで2、3で抜くとイースーソーが残るというね不思議な形ですね、うん、そしてこれが赤馬を捕らえる、一番いいやつできた一番欲しいやつ、そしてトン4局手は微妙、微妙、まあ、このトラ切りは良かったね、でもね、詰めだしちょっと持ちたくないなと思ってきました、うん、でこの辺は普通に進めて、うん、進めて進めて、あとこ、まあ、ここからあれなんでこの間はね良かったよ、はい、あ、良いですか、ちょっとやりすぎたかなって思いながら感じました、うん、この間は僕は推奨だね、おお、まあ、守備的なら切るよねもちろん、はい、うんうん、でこれでやっぱいい手すぎるから、はい、リーチを打ちたい、打ちたいです、リーチ打つならもうリンシャーハイ早く引きたい、はい、で関したらね歩がすごいことになるから打点も上がると、そうですね、32分って言いながら感じました、うん、これはね感度がいいね、はい、かなりいいね感度が、なんならはいよかった、まあこれ感度がいい理由はいろいろあるけども、順目が立ってるからってのが大きいね、ツモ番が欲しい、逆に立ってるから、そうツモ番が欲しいの、立ってるからこそ例えば関して誰かのリーチ来てもその人が上がる可能性が低いわけよ、はいはい、はい、あーなるほど、関してドラを増やしても別にその人が上がらなかったらそのドラは関係ないから、うんうんうん、順目が少なければ少ないほど関してもデメリットが低くなってるから、なるほど、デメリット低くなってツモ番1回の価値が高くなってるんで、これはね関至読ですね、かなり了解です、リーチやってたらやりすぎかなっていうぐらい、うんうんうん、絶対ビビって感じない、そうこれはね結構怖くて切る人も多いと思うんだけど、3456ピンズ5678ソーズでね、クク分かるでしょこれ、めちゃくちゃテンパれそうなの、分かります、そうだ、こんだけ引っ張るとやっぱりいつも1回は欲しい、うん、うんうん、これはナイス感で、日和すぎずね、いい感だったと思いますよ。